セルジ・サルキシャンはアルメニア共和国の政治家。コチャリャン大統領のもとで首相を務めた後、2008年2月の選挙で自身が議長を務める保守系のアルメニア共和党の支持を受けて当選し、同年4月に大統領に就任、2018年4月まで2期務めた。姓はサルグシャンとも表記される。 セルジの下で公認の首相を務めた同性のチグラン、サルキシャンとも、以前に首相であったバズゲンサルキシャン、アラムサルキシャン兄弟とも血縁ではない。1954年6月30日、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国のナゴルノカラバフ、自治州で、州都、ステパノケルトに生まれた。1971年に、エレバン州立大学へ入学したものの、 1971年から1972年の間はソ連軍に勤務し、1979年にエレバン州立大学言語学専攻を卒業した。1975年から1979年までエレバンの電気装置工場で旋番工として働いていた。1979年にステパ・ナケルト氏のコムソモールの委員会課長に就任。 その後、第二書記官、第一書記官、ステパナケルト市委員会宣伝、先導課長、ナゴルノカラバーフ自治州の共産主義団体の共感を歴任し、最後に、ナゴルノカラバーフ自治州の第一書記であった、ゲンリフポゴシャンの補佐官を務めた。1989年、ナゴルノカラバーフ自治州で、アゼルバイジャン人とアルメニア人の間に緊張が起こったため、 サルキシャンは、ナゴルノカラバフ共和国人衛軍委員会の委員長となり、その後1990年にアルメニア国民議会議員に選出された。彼は、ナゴルノカラバフ戦争においていくつかの戦闘を組織し、アルメニア軍創設者の一人と考えられている。1993年には、アルメニアの国防省となり、1995年には、 国家安全保障局長、1996年には安全保障担当大臣となった。その後、1999年にはロベルト・コチャリャン大統領の下で大統領府長官となり、その後も国家安全保障会議初期や国防省を歴任し、2007年には首相となった。1999年に発生したバズゲンサルキシャン。 首相暗殺事件においては、コチャリャンと共に事件を裏で操っていたとの主張が、性的によってなされている。大統領、ロベルト・コチャリャンの指示を受けたサルキシャンは、2008年の大統領選挙において最有力候補であると見られていた。彼は1回目の投票で半数を超える53%の得票率を獲得し、対立候補で、初代大統領でもあった。 レボン・テル・ペトロに勝利した。ペトロシャンの支持者は、この公式結果に異議を唱え、選挙後から1週間にわたって、首都エレバンで大規模な抗議活動を行った。衝突によって死者が出たことから、3月1日から3月20日まで、非常事態宣言が発令された。2008年4月9日、大統領に就任した。就任後、 アルメニア中央銀行の総裁であり、政権与党のメンバーではないチグラン・サルキシャンを首相に任命した。カラバフ委員会の元メンバーであり著名な野党党員であるワズゲン・マヌキャンは反対はしているが、この政府が成功するために全力を尽くすだろうと述べた。4月18日、サルキシャンはアルメニア税関に対し、その集団の中では腐敗が反映していて、 国家の経済的繁栄を妨げていると著しく攻撃した。彼は後にエレバンで起こった抗議活動の正当性を認め政府による異議の弾圧をやめるよう求める欧州評議会の要求に対応することを誓った。エレバンにてヒラリー・クリントン国務長官と2012年6月4日アルメニアにてドミートリー・メドベージェフと 2010年8月20日サルキシャンは、はじめに、1915年のアルメニア人虐殺を国際的に認めさせるための努力を継続し、いかなる前提条件もなく、関係を正常化させることに向けての対トルコ政策を引き継ぐと述べた。しかし彼は2009年10月10日にアルメニアと、 トルコの外交関係を成立させる議定書に署名を行い委員会を通じてアルメニア人虐殺問題を調査するという提案を容認しアルメニア人虐殺の真実性に関する前提条件を受け入れた。さらにサルキ社員が現在のアルメニアトルコ国境を容認したことでセーブル条約によって支持された西アルメニアに対するアルメニアの要求をおろそかにした。 サルキシャンはまた、アルメニアが、コソボ独立を承認する、可能性は、アルメニアとロシアの関係の緊張にはつながらないと、述べたが、また、コソボの承認問題には、真剣な議論が必要である。アルメニアは常に、民族自決のための国家の正しさの支持者であり、この点では、コソボの独立を歓迎するとも述べた。2008年9月25日。 サルキシャンはニューヨークで行われた第63回国際連合総会の前に初めてスピーチを作成した。彼はそのスピーチにおいて2008年の南オセチア紛争を引き合いに出し一方でナゴルノカラバフを含めて世界の武力紛争に対して国連の平和的な決議による援助の必要性を強調した。彼はまた アゼルバイジャンの軍備増強によって高まる戦争と脅威が南カフカスにおける新たな問題を引き起こすリスクであると述べた。2012年6月5日に訪日し、東日本大震災で被災した名取市売上地区を視察した。2011年2008年の大統領選の対立候補であったペトロシャンの指揮によってサルキシャン体制に対する 大きな抗議が始まった。2011年4月21日、サルキシャンは抗議活動の参加者への情報として、政府は3年前の選挙後に起こった暴力の徹底的な調査を再び委ねるだろうと述べた。2013年2月18日に執行された大統領選挙では58.6%の票を得て再選を果たした。 2018年4月9日に大統領を退任し、同月17日には、憲法改正によって実権が、大統領から異常された首相への倶楽えを果たした。ものの、長期政権に対する国民の反発が根強く、抗議デモが発生。4月23日、ニコル・パシニャンは正しく、私は正しくなかった。私は、首相職を去るとの声明を発表して、 辞任を表明した。1983年にリタ・サルキシャンと結婚し、二人の娘と一人の孫娘を設けている。アルメニアのチェス連盟の会長であり、アルメニアでは2011年にチェスが小学校の必修科目として採用されている。ありがとうございます。